こんばんは。いよいしょ、寒いね。こんばんは。まん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 。みんな一週間お疲れ様でした。凍えてないかい？寒い。やっほー、こんばんは。今日はいろいろ告知があるんですけど、まず3月11日CBC ラジオなるべく喋りたい放送日です。お便りありがとう、いっぱい届いてたし、収録内というか放送内で読んだお手紙のなんと名前送ってくれた人多分全員チカコマニアちゃんだった気がするってくらいやったし、いっぱいねお便りも届いてたよってスタッフさんに言ってもらえて嬉しかった。ありがとう、送ってくれて。また今回は読まれへんかったやつはまたどっかでまた送ってほしいし、送ってくれたことに意味があるのでありがとう。3月11日です、放送日は。ミレーとサラちゃんと一緒に収録してきてんけど、なんと本当にね、かわいい空間プラス共感性高めの内容になっております。続きまして、3月22日と4月8日が岐阜県伊達地元です。岐阜ちゃんのラジオです。こちらも聞いてください。こちらはもう安定にもう岐阜ちゃんのなんかホーム的な、すっごく話しやすくてケラケラいっぱい笑ったし、いっぱいミラクルも起こしてきたので楽しみにして聞いてください。そちらもお便り送ってくれてありがとう。面白かったな。多分聞いててクスって絶対笑うと思うので。続いて3月22日。あれ？さっきも言ったよね。あ、3月22日かぶってるかも。岐阜ちゃんと、あと東海ラジオ 1+1=2 じゃないよ。冬っぴと収録してきたので、それも多分3月22日だったのでぜひ聞いてください。にじゃないよ、冬日とは久しぶりのにじゃないよです。ちょっとラジオ三昧です。今聞いてくださいな。そしてさっきもあってんけど、なんだっけ、モバイル、SK モバイルの方で解禁されてんけど、やっとみんなに言える、これをこの前言いそうなったやつね。初めてのじゃんけん大会、8期じゃない、9期生以降の後輩ちゃんたちが初めてのじゃんけん大会をしていて、その司会をおしりんさんと一緒にやらせてもらってるので、そちらもモバイルで見てね。本当にね、ちなみに MC は下手くそです。苦手なんですけど、おしりんさんという名のレフェリーさんがいたので心強くやらせていただきました。ぜひ可愛い後輩ちゃんたちの頑張りを見てあげてください。これをねこの前ポロって言いそうになったら、まだダメですって言われてギリギリで、でもね嬉しかったのが、このじゃんけん大会の MC をスタッフさんが決めてくださってんけど、スタッフさんたちが話し合って、ちかこさんです一番に上がりましたよって言ってもらえて、え本当ですかみたいな、絶対もっと敵にいますよみたいな言っちゃってんけど、ネガティブに。でもなんかそうやって言ってもらえるのはすごく嬉しいし、選んでもらったからにはなんかちゃんとやり遂げるし、
MC としての自分の良さも出しつつ、後輩ちゃんたちの良さも出させてあげれるように、まだまだ課題しかないねんけど、まあ、経験だとも思うし、こうやってできたのが嬉しかったし、なんかじゃんけん大会の気持ちをすごく思い出す企画でした。ぜひ休憩以降のファンの皆さんは、まあ絶対見てくれると思うねんけど、モバイルで見てください。多分今パート1みたいなやつやから、次もまた公開されるので、しばしお待ちを。あとナッツライブ、みんな入金してくれたかな、当選した人。30日です。そして3月の生写真の逆上がりが多分今日までかな、合ってるかな、今日までの受付かな、なのかな、確かだったので、ぜひ3月の生写真もちゃんとお家に入れてあげてください。私を迎えて。あ、11日の月曜日までだった。今日までっていうくらいの気持ちで、あの締め切りギリギリなしでお願いいたします。かな、ちょっと一旦告知は。あ、リップはみ出てる。そう、3月13日のご当地酔いどれ市もチケット受付販売中だし、朗読劇もぜひ4月5日から始まるので見に来てください。そう、20日のみかんの剥き方発表されてました。ちょっと待ってください、それ初めて知りましたよ私。今何ですか、20日のみかん出るんですか私。あれが出られへんかって、みかんのさ、なんか4月頭にあるなんか新しいやつ、すごい大規模の企画、なんでおらんねやろうと思ったら、ちょうどその時にね朗読劇が行ってたから、そう、かぶってていけんくてピエンパオンってなってるねんけど、20日のイベントはちょっとまだ分からへんね。中日俺行きたかった。テリーン。ちょっとまだメールが届いてないので、その連絡が、20日はまだ多分、まあやるんだろうね、もう公式出ちゃってるなら多分しますね。それはみんなから知るっていう、みんながマネージャーさんだ私の。そしての公演のいいねチャレンジができてなかったのでしたいと思います。モースモース、前回の髪型はツインテールアレンジでしたね。まあツインテールで正解としよう。てれん、ハーフツインかな、ブブー。あ、こんな感じ、写真付きでめっちゃ可愛いツインしてる子いる、赤ちゃんだ、いいね、おぴーん、おちょんぼ、ブブー。あ、マリンの誕生日にちなんでハーフツイン、ブブー。どんな髪型になるかわからんが、マリンと恐れてそう、ブブー。
猫耳ブブー、ツインテールと迷うけどここは一つおちょんぼで、うん、ツインテールだったら正解だったのにブブー。あ、優しい。なんか一言、寒暖の差が激しいから病み上がりの体には要注意って。案の定めちゃくちゃバテてました。髪型は流行りの三つ編みアレンジブブー。今日はストレートブブー。ハーフツインって予想します。ぷっぷー、短いツインやっちゃいなよ。まあ、ポンピン。あれはね、ツインのアレンジなんでね。あ、忙しくて今になったってちょっと遅れてコメントしてくれてる。ありがとうね。ストレート、僕の声もチカちゃんに。赤い直接言いに来てください。また、待ってるんで。ぷっぷー。ハーフツイン、ぷっぷー。おちょんぼかな、ぷっぷー。おちょんぼ、おちょんぼ人気高いブブ。あ、今日はきっとズバリ吉井盛りでしょう。これロングしかできんやつじゃない。よく知ってるね、その巻き方の名称。すごいブブ。コニーテールブブ。この写真と同じ、どんな写真、あー、ハーフツインかなこれ。ブブ、おちょんぼブブ。リップするの忘れてました。してくれてありがとう。ストレートな春情ボブブブ、黒髪いいねって言われたブブ。アメコミやって、かわいい。アミコミヘアかな。あ、でもポンピンにするか、優しいから。ポンピン。ハーフアップブブ。先っちょツインテール、うーん、惜しい。なんかちょっと違う、なんかちょっとニュアンス違う、ニュアンス違うからブブ。ツインテール、あ、ポンピン。ウェーブ巻き巻きかな、フェーブ巻き巻きになってる。ブブ、忘れてた、ポニーテールでって。ありがとうね、ブブー。でもサラサラストレートヘア、ブブー。おちょぼブブー、ストレートブブー。ポニーテールブブー、おちょぼブブー、王道ストレートブブー。あ、気がついたら今って人が多いけど、でも見てなかったらよしとします、信じます。つのみ参考、なんでやねんブブー。おちょぼブブー、サイドお団子ブブー、ストレートブブー、お団子ヘアブブー、おちょぼブブー、外羽ブブー。会期祝いのおでこだしブブー、ストレートブブー、おちょんぼいたかブブー。お、嬉しい、褒められた。あ、レイラ姫のような髪型可愛かった。確かにレイラ姫っぽいかも。あれやんね、スターウォーズ見たことないけど。ツインテールブブー、編み込みブブー、ハーフツインブブー、おちょんぼブブー、ハーフツインブブー。ツインテールが見たいって。見れたね。おちょんぼブブー、ハーフツインブブ、モロタンに合わせて内巻きブブ。あ、マリンの生誕、マリンの誕生日が2月2日なのでツインテールでパンピーン。巻き髪ブブ、何でもするのでハーフツインしてください、お願いします。惜しかったね、ツインでした、ごめんね。ストレートブブ、あ、返信できずにごめんなさいって。いいよ、こうやってできなかったとしてもコメントしてくれるのが嬉しいので、みんなも間に合わへんかったとしても、あ、間に合わんかったって言ってね。ハーフツインブブ、マリンとお揃いのおちょんぼブブ、ストレートブブ、団子の絵文字ブブ、チャレンジ失敗って。編み込みブブ、おちょんぼブブ、ストレートブブ、ポニテールブブ、おちょんぼブブ、二つ縛りツインかっこミニテール、おちょんぼブブ、ストレートブブ、ストレートの外羽かブブ、ハーフツインブブ、外羽ブブ、ストレートブブ、おちょんぼブブ、ハーフアップブブ、ポニテブブ、ストレートブブ、ハーフアップブブ、ボンブーだけどポニテルブブ、おかっぱこれかブブ。お、おちょんぼ人気が高かったね。でも今回はね、1,2,3,4,5,6,7、あ、7人だ。なんか意外と、あ、ごめんね、7人。意外とツインテール予想の人少なかったかも。7人でした。おめでとう、7人の人たち、対戦ありがとうございました。昨日前回の公演の髪型はメイクさんのお任せです。なんかね、ずっと前からちかちゃんにやってみたい髪型あるんだよねっていう風にメイクさんが言ってくれてて、じゃあお任せでっていう風にしたら、ツインやねんけどちょっと凝ってて、ツインのお団子っぽいっちゃお団子っぽいけど、なんかほんまにツインのアレンジ
があれかも、正しいかも。ありがとう、こちらこそ。そう、でも好評で嬉しかった。でもね、自分だと難しいからね、いつもストレートになっちゃう。ちょっと伸びたくない？見て、前髪もさ、ほら、もうね、流せるんだよ、多分こうやったら。嬉しい好評で。優しいな、みんなが。なんか今回ね、まあ、今日あのちょっとバーってさ、ラジオをさ、さっき配信始まってすぐに日程とか言ってんけど、後でまたまとめますね、 SNS で。でも嬉しかったのが、みんながちゃんとお便りを送ってくれてたところ。まあ いっぱい言ったのもあったとは思うねんけど、こう送いっぱい届いてたよっていう風にスタッフさんに言われることってあんまないから、すっごい嬉しかったし、もちろんみんな忙しいからなんか無理めっちゃやってって言いづらいけど、でもなんか結構ね、お便り送れる期間があったから、その中でこうみんながこう考えて送ってくれたんかなって思ったら、すっごい嬉しかったので、これからもまたラジオ出るって時はぜひお便り送ってほしいし、ナッツライブみたいな直接みんなと楽しめるイベントがある時は駆けつけてきてほしいし、でもやっぱり一番は個人的にはみんなをいろんなライブにコンサート会場に連れて行きたいので、やっぱりそうやって選ばれるのは選ばれるメンバーがいるから、そこに入れるように頑張ろうね。嬉しい、考えるのが楽しいって歌える、嬉しい。だってなんかさ、嬉しかったもんね、こう呼んでる、読まれ選ばれたお手紙がさ、近子マニアちゃんっていうのはすごい。あ、みかんの剥き方やっぱ出るんや、初めて知った、嬉しいんだけど。え、近いつ出た？1月ぶり？2月ぶりかな。いろんなことの感想はみんな5月6月予定開けてるかい？まだ撮ってない、そこの君遊びに来てね。ね、見える？ちなみにこれ、この距離どうですか？見づらいかな。ちょっと見づらいかもね、この格好とか、スタンディングとかが見えるかも。あ、見える？あ、絶妙か。視力検査みたいになってるやん。あ、すごいいいところに気づいた人いるよ。ネイルがネイルってなってるけど、なぜ緑ですかって。はい、緑にして、あ、これね、なんか唐揚げ弁当で切ってからまだついてて、見てこれ、後でねメールに送ろうとは思ってんねんけど、可愛くない？うなぎパイバンドエイド貼ってんねん。これはもう2年前になるかな、静岡のライブアンダーで、ゆずちゃんのアンダー出た時に、その静岡のモバイルの なんかの企画でうなぎパイのところ工場行って、あ、工場じゃない、うなぎパイのところ行って、そしたら非売品の絆創膏をもらった。それをつけてる。怪我してもルンルン。よくないけど、あんま見えへんねんけど、貼ってましたから。
そう、絆創膏に賞味期限ないからね、ほんまに。そうで、緑なのは私のなんかね、ラッキーカラーなんだ。緑がいいらしい、分からんけど。だから今月は緑にしようと思って。ギンギラギン、緑にした。ちょっと目立つかも。でも緑にね、ハートがついてる。ゴールドのハートがついてて、ついてるんだ。いや、うなぎパイの工場じゃないんだよな。そうそうそう、春華堂、どこだ、工場じゃない、なんかでっかい椅子が立ってるところ行った。うなぎパイの工場は個人的に昔行った。美味しいよね、うなぎパイ。うなぎパイもそうなんですけど、私は一番好きなパイは湘南チーズパイです。もうなくなる。今ね、湘南チーズパイのブログ書いてる。やばくない？ちょっと今日頑張ってあげたい。アメブロにあげたいの。しかもアメブロっていう。大人っぽいね。しかもさ、パキッとしたこういう色がね、似合うので、自分の手に、まあ、淡いのも好きやけど、春っぽいのにしたいかな、したいなと思ってんけど、まあ、一旦これにしようと。でした。その粒は何？ハートだよ。言ったかな、地下告知物。ラジオ言ったでしょ、酔いどれ市も言ったでしょ、夏ライブのことも言ったでしょ、朗読劇も多分みんなもう申し込んでる人の方が多いか。トーク会はずっと待ってるぴょんでしょ。やったね、偉い自分。そして聞いてくれてありがとう、みんな。うむ、12日の、あ、12日のね、 S 公演の当落も出てたよね、多分。なんか X で見た気がするぞ。当選報告してくれてるから、うちの可愛い近くマニアちゃんは当選報告してくれるし、グッズ届いたら絶対言ってくれるし、何かしらなんかが届いたらちゃんと報告してくれるあたり好き。あ、朗読劇また土曜申し込んだけどって、確かに。これそうだったら来てね。なんかやっぱ2回来てほしいな。1回目はさ、わかんないじゃん。ごめん、今背中かいてる。背中がかゆくて背中かいてる。はい、かいて、背中かいた。で、1回目は多分考えるじゃん。で、2回目はよりこう視野を広げて、聴覚も広げて楽しんでください。夏ライブのお料理はアルコールを入れないね。アルコールないよ。車で来れると思う。背中かびるよ、だってこうやって。おはちかちゃん、違う違う、おはちかちゃんは朝限定ね。また明日も8時から配信するね。あ、8時過ぎ以降です。肩甲骨硬いよ。肩甲骨剥がししたい。グイってさ、手入れて
そろそろ終わろうかな。寒いからお風呂使ってくる。明日も、明日はちょっと遅めにしよう。8時半とかにしようかな。まあ多分癖ついて8時に起きそうだけど。そうだよ、朝礼配信ちゃんとみんな見てるんだから、このアイコンスライドして全員ここに入んのかな、分からへんけど見に来てるかなっていうふうに。あ、ひなたの話できずやったするね、するね、するする、待っててね。またいろいろ今日盛りだくさんだったので、あとなんか言おうとした、忘れちゃったけど、明日のまた朝に会おうね。はい、みんなも寒いから風邪ひかないようにね。ありがとうございました。あ、見て、ちょうど隠れた髪が。ありがとう、おやすみ、バイバイキーン。